ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、前回前々回とご案内した斉藤先生のちょっと補足説明をさせていただきます。 2,3 点抜けていたところがあるんで、今回はそれを補足させていただきたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回は斉藤守博先生のですね、追加説明をさせていただきます。それは何かって3つあるんですよ。まず武器技ね、それからね、当て身、そして腰のひねり、この3点なんです。実はそれに、付随したお話もしてるんですけれども、抜けていた点もあるんで、それをですね、追加ということでご案内をさせていただきます。まず武器技なんですね。武器技においてですね、まあ、これは、まあ、インタビュー形式でやってたですね、まあ、ある書物があるんですけども、まあ、そこでの会話のやり取りなんですよ。まあ、合気道におきましてね、打撃に対する、まあ、特に空手とかボクシングとかね、そういった打撃に対する対処はどうするんですかということでね、まあ、合気道には武器技があるんでということで、まあ、お話をされてるんですよ、斉藤守博先生が。ですから武器技をやらないとですね、間合いがわからないんですよね。昔の方というのは、まあ、斉藤先生も含めてなんですが、柔道であったり空手であったり剣道であったり、そういったことをですね、経て合気道に入ってくる方が多かったんで、結構間合いはですね、身についてる方が多かった。ところが我々のようなですね、ズブの素人というのはそういうものがないわけですから、修練をしなきゃならないということで、それに一番適しているのはね、武器技なんですって。武器技の中には単刀取りとか立ち取りとか上取りってあるんですよ。それぞれによって間合いが違いますよね。これを勉強するんですね。例えば対空手、対ボクシング、対キックボクシング、みんな違うわけですよ、間合いが。それに応じたものをしなければならない。ただ王先生は全て同じじゃ、一緒じゃと言っておられたんですよ。要するに利合いは同じなんですね。利合いは同じだから、一つ学ぶことができれば、修練することができれば、身につけることができれば大丈夫ってことなんですよね。ということで、まあ、立ち取り、上取り、そして単刀取りを、しっかり訓練すればですね、その間合いというのも十分測ることができるんで、逆に言うと必ずこれはしていかなきゃならない。だから合気道というのは、武器技も修練する必要があるということなんですね。いつも王先生は口伝として言われておりましたが、合気道は剣の利合いから来てるんだということなんで、これしっかり勉強する必要があるわけですね。私ははっきりと分からなかったの。なぜ武器技やらなきゃいけないのと思ったんですよ。まあ一応やってましたよ、やれって言われるからやってましたけど、なんでやんなきゃいけないのかなって、俺太一やりてんだけどな、なんて感じだったんですよ。ところがまあ時を経て、カレーとともにいろんなことを考えるようになって、パワーがなくなって、改めて突き詰めてみると、必ずですね、そこに必然性があったんですね。あ、そうか、間合いをね、測るという意味でも武器技ってすごくやはり効果的なんだな、効果的な稽古なんだなということもよく分かってきました。ですから、特に打撃系にですね、対するこの対処の仕方という部分でもですね、しっかりと武器技をね、勉強しておく必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。さて2番目でございます。今度は当て身ね。これもね、インタビュー形式の会話の中であったんですよ。強い、ね、攻撃に対してはどうするんですか。合気道には当て身がありませんよね、というものに対して斉藤先生は反論するわけですよ。いやいや、当て身があると、合気道は当て身があるんだと、必ず当て身を入れなきゃならないんだということなんですよ。で、当て身の必要性はどこにあるかっていうとですね、私の考えも含めて言うと、やはりね、崩すということですよ。崩すということ、当て身で崩すね。当て身が入るとうっと人間って内臓が崩れるじゃないですか。で、崩すためですよ、崩すため。で、もちろん当て身入れて決めちゃってもいいんですけども、当て身を入れて相手の状態を崩しておいて、そして技に入る。崩せれば技に入れるわけですよ。崩せないと入れない、無理があるということなんです。これはですね、まあ、無力化するというふうにも言えるかと思いますね。合気というのは無力化するものだというふうに唱えている方もいらっしゃること、やはりね、無力化、崩すということはとても大事なんですよね。それにおいてやはり当て身を入れる必要がある。ですから、ただ単に当て身を入れてはダメなんですよね。当て身を入れたと同時に、相手が崩れているかどうかをチェックする、これがですね、必要であろうと思うんですよ。ね、当て身をただ入れるだけじゃなくて、当て身を入れて相手の体勢を崩す、崩れるから、無力化するから技がかかるってことじゃないですか。で、これをね、大切なポイントだと思います。ただ単に当て身を入れたらいいというもんではなくて、相手の体勢が崩れているかどうかを必ずチェックするということが大切になってまいります。今私もそれをやってるんですよ。
まあ一人稽古が多いんですけども、必ず崩すということを頭に入れて念頭に入れて、そしてやってまして、でたまにですね力自慢にですね、ちょっとねやってくれと、がっつり持ってくれということでですね、試してみたりとかしておりますんでね、ぜひこのあたりもですね皆さんも励行していただきたいなというふうに思っています。そして3つ目、腰のですねひねりでございます。腰のひねり、これは斉藤先生もよく言っておられましたし、大先生の口伝も残ってるんですよ ね、腰のひねりね、腰の働きは両足にあり、頭の働きは両手にありって、これね口伝なんです、大先生の口伝。これはね断るごとに斉藤先生が我々にですね教えてくれました、言ってくれていました。足をしっかりチェックせって言うんですよ。要するに腰がしっかりとひねられているか使えているか、腰が死んでないかどうかをチェックするには足を見ればわかるってことなんですよ。足ですから腰の働きは両足にありって言うんですよ。必ずですね前足の線の後ろに後ろ足が来る、これがなってないと乱れている、技が乱れている時にはチェックしろ足の動きよと言うんですよ。足のさばきよね。そうすると多少ずれていることがある。私もですねあちょっとバランス崩れたなと思って足をチェックすると確かに乱れてるんです。足の動きが前足の後ろにしっかりと後ろ足が乗ってると、これをしっかりとですね練習をしていつも同じ足さばきを常に保っている、これがね大切になってくるようですよ。でこれができればですね簡単に相手を投げることができるということになってくるわけであります。足が定まらないと腰が定まらない、だから半身が大切なんですよ。半身の腰というのは必ず前足の後ろに後ろ足のこの線上にね乗ってるというところ、これを必ずチェックしなきゃならないということなんですね。これができれば腰のひねりがちゃんと効いた素晴らしい技になるとね。ただ単にですね力自慢に投げりゃいいってもんじゃないですね。まあ確かに力任せに投げることはできますけれども、自分より大きいものを投げることは決してできません。で例えばお相撲さんを見てください。初代若乃花ね、呼び戻しという技があるんですよ。仏壇返しとも言いました。あれは完全に腰のさばきなんですよね。でないとあの技はできない。ですから初代若乃花はちっちゃかったんですよ。小さいけれども大内山のような大きなですね力士をひっくり返すことができるのは腰のひねりがあったからです。合気道に腰のひねりはないなんて言ってる方もいらっしゃいますけど、それは大いなる間違い。腰のひねりがないと投げられるわけがないんですよ。ですからその腰をしっかり畳めるタイプには、作っていくためには半身の腰が必要であるし、ね、その腰のひねりがちゃんとできてるかどうかだとチェックするには足をチェックすればいいと、足が定まっているかどうかをチェックすればいいということになってくるわけであります。ですからこの3つですね、今回ご案内したのはその武器技ですね、短刀取り、立ち取り、そして上取りにおけるしっかりと相手との間合いを測る稽古をする、そして2つ目、当て身、当て身は必ずですね相手の体勢を崩す、これをチェックするってことですね。そして3つ目、腰のひねり、ね、腰がしっかり定まっているかは、足が定まっているかを必ずチェックするということですね。この3つ、この3つをですね、私もそうなんですが、しっかりと励行していただきまして、より良い技を作っていくということをね、していっていただきたいなというふうに思っています。今回はですね、斉藤先生の口伝を改めてですね、復唱いたしましてですね、ちょっと欠けている部分がありましたので、皆様にお伝えをさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー